こんばんは。皆さん、月の、あ、起立気をつけ、月の水戸です。そして、あ、お待たせあった二次三次所属公式美少女錬金術師ライバーのアンジュカトリナです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、ピースピース、イエーイ映り込みに来た人みたいな。イエーイ今回は、あ、すごい介入してる境界線が3D7 では。はい、あの、はい、今回は性癖が僕たちを苦しめるという、企画をやっていきたいと思うんですけれども、こちらですね、はい、一応やるの2回目というふうになっております。あの、そうなんですよね。そうそう、半年ぐらい前にあの、はい、ミトラジっていうやつでこのコーナーがありまして、その時は多分5通4通ぐらいしか読んでない気がするんですけど、今回はもうそれでなんかがっつりいこうかなと。独立してこう、そう、独立してやっていこうかなって思ってます。はい、うん。で、アンジュさんも前いろいろ多分喋ってもらったんですけど、はいはいはい、なんかそのいきなりなんですけど、はい、なんか多分今まで散々配信で性癖の話してきたと思うんですよ。そうですね、割ともう大体オープンですね、うん、そうそう、はい、だからまあ多分知らないリスナーさんとかもいらっしゃると思うんで、まあ、確かにそうですね、名刺代わりにちょっといくつか披露していただいてもいいですか。私の名刺どうなってるんですか。別にそれメインでやってないですけど。そうですね、うん、私の基本もう一番好きなのは、まあ、外れないなって思うのはやっぱネトラレですね、うん、はいはいはい、ネトラレ、ね、で、おねショタはショタおね派、最近ボーイッシュのメス落ちが好きです。王子様が落ちる瞬間が最近好きだなって。ちょっと待ってください、一個ずつ言ってください。処理しきれなかったよ。何がショタおねはおねショタ、まず、うん、おねショタは、うん、おねショタの中でもなんか、まあ、うんうん、おねショタじゃなくてショタおねが好きってことですね。え、おね、あ、ショタが攻めってことですか。そうです、そうです、あー、なるほどなるほど。意外と、うんうんうん、少ないんじゃないか、そのジャンルって。ちょっとだけ少ない。まあでも、もっとマイナージャンルもあることを考えたら、うん、まあ、まだ、まあ、まだまだ救われてる方みたいな感じか。そうですね。え、その後なんて言ってましたっけ、うん、あ、そう、ボーイッシュのメス落ちが好きで。あー、え、それは女の子。あ、そうです、ボーイッシュの、はいはいはい、なんか、なんならもう王子様っぽいようなのがメスにされるっていうのがなんかいいなって。普通にアンジュさんが書かれてそうなやつじゃないですか。それはまた違う。そっか、なんかもっと王子様な感じ、うん、あ、なるほどなるほど、そうそう、キャーみたいな言われてるような、うん、みたいな、なんか男なんて汚いよねみたいな感じの、なんなら好きな女の子がいるぐらいの、もうちょいこじれた感じのやつが好きなのか。そうそう、あ、そういうことね、がもうしっかりメス落ちするのが好きです、うんうん、あー、なるほど。まあ割ともしかしたら王道かもしれないですね。それはありますあります、ね、あります。なんかタグとかでチェックつけると全然いっぱい出てきます。それタグはなんてタグなの。まあ、メス落ちボーイッシュみたいなのが、あ、いや、ボーイッシュでいくと大体そんな感じになります。メス落ち、まあ、メス落ち別から出てくるか、うんうん、そっか、確かに、ね、うんうんうん、じゃあ、私は、まあ、ネトラレ好きなんですけれども、はい、うんうん、ちょっとアンジュさんとは違って逆ネトラレ、逆 NTR って呼ばれるものが好きで、ちょっと NG なんですよね。なるほどなるほど。ちょ、断絶が起きましたね、ここで。やっていけるかな、この後。否定はしないんで、私下の性別を。あ、確かにね。私は、逆 NTR って言われてるのは女女男で、女がネトルってやつかな。はいはい、はいはいはい、で、アンジュさんは多分逆っすよね。逆、まあ見れなくはないんですけどね、うんうんうん、でもネトラレとしてはなんか私がネトラレで検索するときに求めてるのはそれじゃないですね。まあまあ、それはしょうがないわ。だってネトラレで出ないもん、それ。女をネトってるならありかもしれない。あー、なるほど。あ、じゃあそれ多分女、うん、女になるのかな。女、なんか女に旦那がいる、でも女が女をネトって、それ結構見ないな。男もネトることもある。両方行くパターンありますよ、その夫婦ごと行っちゃうパターン。やば、呪文みたいな、寝ぼくかみたいな。呪われしかて。あるあるある。そんなのあるんだ。エロエロエロ呪文みたいな。ハッピーだな。すごいな、平和だな、はい、逆に。あとヒロインピンチ、うん、ヒロピンが好きで、はいはいはい、なんかそれって、うんうん、そう、ヒロピンは割となんだろう、美少女戦隊ものとかに多くって、
あの、はいはいはい、敵によってちょっとピンチな境遇に陥るみたいな。で、私なんかね、リョナっていうのがそんなにピンときてなくって、うんうん、ちょっと違うんですよ。うちもともと知らなくて、さっきチラッと聞いて何それってなってたんですけど、うんうんうん、確かに私もヒロインピンチって割とバーチャル YouTube を始めてすぐぐらいに聞いて、でどうなってんのこの世界コラボとかで聞いたのかなそれで私知らない、やばいのこの世界、はいはいはい、でもなんか名前がついてるって割といいことですよね。なんか検索とかできるし、まああとなんかやっぱこれって自分だけじゃないんだみたいなのがあるんだけど、はいはいはい、でも今回来たお便りの中にはこれ名前多分ついてないだろうなっていうのも割とあって、あ、はいはい、うん、確かに本当に苦しんでるんだろうなって、うんうん、そうかわいそうってちょっと思うのが、うんうん、え、じゃヒロインピンチもうちょい聞いていいですか。ヒロインピンチはについて、え、それグロくなくていいってことですか。あ、グロくなくていいですね。結構どこぐらいでいいってこと。私は結構ね、あの首絞め系が割と好きで、あ、なるほどなるほど、まあ、具体的に言っちゃうとセーラームーンとか実は首絞めるとかあるんですよ結構敵が、はいはいはい、まあでも確かに痛めつける方法としてありそう、うん、そう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 。で、私小学校の時に熱が出て、で親にどこに繋がるんですか、はいはいはいどこにこの話繋がる、ちょっと聞いてくださいよまずは、まずは聞いてください怖くなっちゃった、はいはいはい、あの熱が出て親がなんかビデオ、あ、ビデオってかDVD 借りてくるけどなんかどういうのがいいって言われて、はいはいはい、私あのセーラーマーズ好きなんですよね、はい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 、セーラーマーズっていう前やつがいて、セーラームーンの中にで、はいはいはい、セーラーマーズがピンチになるかいって言ったんですよ、はいはいはい、でももうそれ聞いてどういう心境に親がなったのかは分かんないんですけどそれ今そ、はいはい、思い出すと、あ、そういうことかみたいな。その頃からってすごい、もう根付いてますね。根付いてますよねピンチになる回って言いましたからね。たまにそのなんか、ま、DVD の裏側とかにキャプチャーとかあるじゃないですか。あれでちょっとピンチっぽいなんかキャプチャーがあったりとかするんですよたまに。ああ、はいはい、あのシーンのやつが、はい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 、そう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 、そういうのを借りてほしいみたいな感じですね探す親も大変ね。ピンチになるやつ。でもちゃんとピンチになるやつ借りてきてくれた気がしますね。多分。ああ、優しい。まあでもそんだけで性癖とまでは分かんない、ね。まあ分かんないですよね。こういう熱い展開が好きなのかなって思うかも、ね。そう、窮地に立たされてるけど、まあ後々打開するのが好きなのかなって思ってくれたかもしれないですね。はいはい、なるほど。私もトムとジェリーのね、ジェリートムが赤ちゃん、うん、無理やり赤ちゃん扱いされて、うん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 、無理やりおしめつけられたりさせられる回がめっちゃちっちゃい頃から好きで、あのトムとジェリー確かありましたお便りの中に、そう、その話はやっぱ好きっす、うん、なんかちっちゃい頃から何かしらちょっとありますよね、うん、あ、まあちっちゃい頃がもう源流だからそこで狂わされるのが、うん、まあ一般的って言ってもいいかもしれない気がする。どうだろう。まあでもあると思います、うん、やっぱりそこからできちゃうものって、うん、そうそう、なんかその私が小学生の時とかの時期のそのセーラームーン系の二次創作ってかなり盗作したやつが多かったから、はいはい、そう、あんまりセーラームーンなんか好きな作家さん一人だけいるけど、うん、なんかそんな詳しくないですね。なんか異常に太もも太いやつとか、あ、ありますね。そう、ありますよね。そう。人妻系割と好きなんですよね、セーラームーンが。ああ、まあ私がまあ結局まあ寝取られに執着しちゃうだけなんですけど。そっか、寝取られと人妻って割とそこつながってるのか、うん。そうなんですよ。なるほどね。まあなんかあとちょっと言いたかったんですけど、うん、お便り今回2000通ほどいただきまして、私どんだけみんな苦しんでるんだって。多分全部見たんですよ、私今回。はいはいはい、全部、あ、全部すごい、おそらく見ました、はいはいはい、でそれで言いたいんですけど、本当に犯罪を犯した体験談を書いてこないでくださいやめてください。例えばどんな言えないやつ、なんかどう、河原で露出しましたとか、そういう、あ、露出か、そう、やめてくださいね、本当に露出
あの性癖が僕たちを苦しめるって、そういうのがしたくてもできないからみんな苦しんでるんですよ。その警察にいつバレるかの瀬戸際で苦しむってちょっと世界観が違うんで。またちょっと説明足りなかったかもしれない。ちょっと足りなかったかな。犯罪はダメだって。言えばよかったね最初に。犯罪を犯さないでくださいってかもしれないですね。そうですね。そっちがあるのか。確かに大変だな。その人大変だな。楽しみですね。どんなのかが。そうですね。まあ最初はジョブテ、ジョブなんだっけ。仕事にしないジャブやジャブ程度のやつからいきましょうかね。よし、じゃあ見ていきましょう。